怪盗祭を祝して。怪盗祭を祝して。それと、ありがとう。様が用意したものが届きました、旅人、ここで少し待ってて。動かないでね。重要なことみたいだな。専属仕立て屋が作ってくれたの。異国風らしいけれど、どう？似合うかしら。すっごく綺麗だ。そろそろね、旅人。今年の怪盗祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。と洒落た服を着てるじゃないか。見識ある北斗船長に褒められるなんて、この衣装も報われたというものね。薬先生、診療お疲れ様でした。ありがとうございます。お気になさらず。怪盗祭、あれ怪盗祭を祝して。怪盗祭を祝して。夜が…どう？今年の花火は綺麗だったかしら？私たちの祭りに期待していた人たちが心から楽しんでくれていることを願ってるわ。本当？私に気を使ってそう言ってるわけじゃないわよね。意見があるのなら素直に言ってよね。とにかく祭りの期間中は、もし時間があったら歩き回ってみて。
なかなか見られない光景だから見逃さないでね。私も空き時間がもっとあったらいいのに。君を連れて町を回って、今回の怪盗祭のために頑張って用意した装飾を見せてあげたいわ。